語りパパシュラ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日は3年ぶりのこの企画、親子3人でスウェーデンの物価が見えるお買い物。青果コーナーで見つけたスペインのみかんだと紹介されているサツマというみかんの秘密に、息子くんが大好きなキャンディーバイキングの様子、それに加えて3年前の動画のデータをもとにその値段を徹底比較。一緒に海外スーパーでお買い物の気分に浸ってくださいね。それでは行きましょう、ふたりパパのスウェーデン物価の見えるお買い物23。リアルな値上げ率は %?10月のある日、食材を買い出しに出かけた2人パパ家の3人、3年前にも動画で紹介した郊外型のスーパーへと向かいます。前回は空き缶を集めるリサイクルシステムパントがありましたが、今回はなし。早速お店の中に入っていきたいと思います。お店に入ってすぐのところにはカフェエリアがありますが、息子くんが気になることがあるみたい。これは何？と聞かれたので、ロッタリーかな。そうなんですか。スペイン日本宝くじ協会みたいな感じのね。そして息子くん、少しお腹が空いたようなので、お決まりのバルムコルブを食べることに。コルブには大きく分けて2種類あって、このくるくる回ってるやつはグリルタイプ、子供がよく食べるのはこちらの茹でたタイプのもの。タクスミケイニコーロヨッコールはあ、だ。OK。あ、だれけ？息子くんの腹ごしらえの間、パパたちもお買い物の前に一息つくことができました。そして店内に入ると、あのセルフスキャナーがあります。アプリの QR コードを読み取りスキャナーを取ると、家で入力しておいたショッピングリストがこのスキャナーに反映されています。そしてこの日は出先から急遽買い物に来たので、ショッピングバッグを持ち合わせておらず、紙袋を買うことに。3年前と比べるとちょっと値上がりしたみたいで、ということで本日の動画では3年前のお買い物の時より一つ一つの物価がどう変化したかも合わせてご覧に入れたいと思います。またお買い物の最後には、独自に計算した我が家のスーパーのお買い物の値上がり率についても大発表しますので、最後までお見逃しなく。何それ？カリスの会社の。ああ、いくらそれ？35。あはん。そして食料品を買う前に通るのがこの季節のコーナー。あ、もうクリスマスのものが出てるね。ちょっとクリスマスのとこ見てく？なんでだよ。この日はまだハロウィンより前の時期ではありますが、もうクリスマスのアイテムが揃い始めています。すると息子くんが、リンクパンパンガーデン、うん、トンプデレでも多分あなたあるよ、お家に。家にあるやつが小さくなってたらまた買いに来ようということにこの日はなりました。そしてクリスマス用の紅白のキャンドルも大量に並びますが、通常の白いキャンドルもドーンと置かれ、カラフルなキャンドルもずらーっと並びます。極夜で1日のほとんどが暗い北スウェーデン、家の中を快適にするキャンドルは欠かせません。そして息子くんがハロウィン用のコスチュームを見つけたのですが、何？さあ、いよいよ次は食料品売り場。さあ、ここからは食料品。まずはパンやチーズのコーナーから。これピッてやって。でも僕がこれが好きなやつだから。あと値段比較のために3年前に買ったものとできるだけ同じものを買いたかったんです。あとハンブリアルブルーでも買わなきゃいけない。リカパパが手に取ったのはファイバー入りのバンズでした。あとまだ紹介したことのない北スウェーデンのパンがここにも。ああ、ミルク買おうかね。それ北スウェーデンのやつ？いやー。そして次に向かったのがスウェーデンの硬いパン、クネッケブレード。ハーブだ。あ、うん。それでもあんま買ったことないよね。ちっちゃいのにしてない。多分そんな食べれなくない。あ、でも大丈夫。食べる。僕は毎朝。ミツパパはあの青いレクサンズクネッケの方が好き。クネッケ好きなリカパッパ、
もう一種類を手に取りました。ちょっとラクシュリーな。そしてパンコーナーを後にして、そのお隣にあったのがベジコーナー。あ、豆腐ね。ここでよくお豆腐を買うのですが、3年前より種類が増えた気がします。そしてハムも切れていたので買っていきましょう。生ハム、うん、そうそう、あのルフトルカシンカ、あともう一つ普通のルクシンカ。ああ、それいいね。それ前回買ったのと全く一緒だわ、それだったら。3年前とお値段据え置きの場合もあれば、値上がりしてるものもありますね。そして次にリカパッパが足を止めたのは、スウェーデンではポピュラーなこちら、ザリガニとエビ。今日はザリガニとエビ。こちらはパンにつけて食べる柔らかいチーズという意味のミュークオスト。チューブなどに入っていて、エビやザリガニ、タラコのような魚卵入りのものが人気です。そしてこの次はチーズコーナー。あのチーズのお値段はどうなっているかな。あ、ちょっとここのさ、ベッセルボッテンスースの値段だけチェックしたいね。ルーレオから車で2時間ほどの村、ベッセルボッテン地方で作られているベッセルボッテンスースト。しっとりめのパルミジャーノのような味わいはワインのお供にもぴったり。もちろん名物のベッセルボッテンスパイも欠かせません。そして次にリカパッパが気になったのが、そうですね、こんなでっかいのみんな好きだよね、こっちの人。ベアルネーセ、うん、ベアルネーベアルネーセソース。さあ、お次はお魚コーナー。サーモンの量と品質はピカイチですが、魚好きの我が家にとってはお魚の種類が少ないのがちょっと残念。でも奮発して時々買うのがこちらのお刺身。刺身めっちゃもう3年前よりめっちゃ高くなってるわ。お刺身をよく買いたい身としては辛い現実を突きつけられたのですが、ただこちらの殻付きのエビはお値段据え置きだったりもしました。そしてミツパッパンが手に取ったのはこちら。あ、これさ、買ってく？今度さ、ヤンソン作ってほしいんだけど。いつもクリスマスにリカパッパが作ってくれるスウェーデン料理ヤンソンの誘惑。今年はミツパッパクリスマスを一緒に過ごせないので、ちょっと早めに作ってもらおうかなと考えています。そしてニシンの酢漬けシルも値上がりしてましたね。さあ、そして前回も買った北スウェーデンでよく食べられるという極太ソーセージファールコルブ、買っていきましょう。そのままでもフライパンで焼いても、コルブストラゴノフにしても使えるこのソーセージ。次回の動画は久しぶりに1週間の食卓をご紹介する予定なのですが、これを使った料理も登場しますよ、お楽しみに。そしてこちらも北スウェーデン名産、隣町ピテオからやってきた塩漬けの豚肉入りのジャガイモ団子、ピーテパルトは買いませんが、こちらの冷凍庫に常備する用のベーコン3パックは買っていきましょう。あ、ベーコン、そう、3セットのやつ2つぐらい買っといてもいいかも。ピーテやりたい？だね、シクリン買わなきゃいけない。ということでお肉コーナーにやってきました。以前は取り扱いが少なかった鶏もも肉が最近ではよく出回るようになりました。また真空パックの包装に移行してきているようなのですが、これはプラスチックの使用量を減らし、お肉の消費期限を延ばすこともでき、食品廃棄率を下げる効果もあるそうです。どうしようかな、手羽先も買ってく。そしてお次は豚肉。今週あれをしたい、あの、なんだっけ、チャーシュー作りたい。だからなんていう、シーフレスクの、塩が入ってないやつあった。これ入ってる？入ってないやつってある？塊で。ステーキフレスク。いつもね、ある時とない時とあるんだよね。塩付きじゃないやつ。あ、これだ。シーフレスク。ツボ。うん。ちょっと油少なめの方がいいかも。まあ、全部あるけどね。バラ肉だから。さっきの手羽先もこの豚バラも、次回の動画1週間の食卓で使うもの。特にこの豚バラは週末の特別なゲストのために用意しましたよ。すごい大きいね、それ。私の人間の DNA と同じぐらい大きさだ。確かに。僕の DNA と同じぐらい大きさ。あとはひき肉も買っていきます。割安な上に使い勝手がいいですからね。そして皆さん、前回のスーパー動画でご紹介したこちら覚えてますか？ねえねえリカ、そういえばさ、前回の動画で、あの、このトナカイの血と牛の血は何に使うんですかってすごい聞かれてたけど、何に使うの？それはあの今のパルト。あは、あのパルトに。ダンピング。ああ、
さっきのあのピーテパルトに、ま、混ぜて作るやつみたいな、まあでも栄養はあるってことだよね。そしてこの後はお野菜コーナーです。ベルハバの成果コーナーへやってくると、前回の動画でもご紹介したお腹を空かせた子供に用意されている無料のフルーツ、息子くん食べたいかなと思い見に行ってみると、おねえで、フィンスイン現場のこの後お店の人に聞いたら、この並んでるやつから1本取っていいですよと言ってもらいましたが、息子くんはさっきホットドッグを食べたばかりということでもういらなかったみたい。え、じゃあ 何が欲しいの、学校持っていくやつ。みかん、みかんがいいの。そしたら薩摩の方がいいかも。薩摩スと名付けられたこのみかん、スペインで9月から取れる小さな柑橘類で、色は黄色や緑でももう熟していて甘く食べられますよ的なことが書いてありました。でもこの見た目とその名前、日本の薩摩と関係あるのかなと思い調べてみると、これ実は温州みかんと呼ばれる日本の皆さんが普段食べてるみかん。薩摩という名称は明治初期に鹿児島県薩摩地方からアメリカはフロリダ州に苗木が渡ったことに由来し、そこから世界中に広まったそうなんです。でも温州みかんの温州は中国浙江省の温州市のこと。一説によると、江戸時代温州産のみかんが褒めたたえられていたことから、それにあやかり日本でも美味しいみかんを温州みかんと呼ぶようになったそうです。でもここスウェーデンではこの薩摩がスペインのみかんだと紹介されているのが興味深いですね。いくらだった？36。測るだけじゃダメだよ、ちゃんと測ってシール貼ってピッてやらないといけないね。あとトマト、ミニトマトも買っていかなきゃ。これ2つ買ってく？あ、でもなんか2つでいくつってやつじゃないか。1個でいい？これ2個買ってく？1個でいい？2個？トマトが好きから。あとなんかフルーツ、フルクテも必要。スウェーデン語でフルーツ、フルクテ、直訳すると根っこのフルーツ、つまりは根菜コーナーです。リカパッパもミツパッパも好きなものなので買っていきましょう。大根にカブはちょっと傷んでいたので諦めて、なぜかここにある白菜、そして正確には同じものではないのですが、ごぼう的に使える黒い根っこという意味のスワットルート、きんぴらや汁物なんかに使います。これ何？ごぼうみたいなやつ。まあちょっと日本のごぼうとはちょっと違うけど。あ、ペアロン買う？俺もちょっとそれ食べてみたい。お野菜のストックが冷蔵庫に残っていなかったので、こっから一気に買っていきますよ。そしてこの後は乳製品コーナーに、アジア系食材のコーナーへ。なんか気づかなかったけど、なんか卵の小屋みたいなのできてんだよ。多分いつも前も買ったのこれだったから、これにしようか。あ、珍しく色がついてるやつ。うん、じゃあそれ取りましょう。うん、割れてないよね。ちょっとチェックしない。卵はフリーレンジのものが多いのですが、正直味は日本の卵の方が黄身が濃厚で美味しいなと、この夏帰った時に感じました。あとジュースとかも買わなきゃいけない。今日フィールミルクも。こちらは乳製品コーナー。スウェーデンは酪農が盛んなんですが、特にこの北部ではご当地のメーカーが有名ということで、北部と南部のスーパーでは見かける商品が違うと聞きました。この乳製品に関しては、
日本よりスウェーデンに軍配が上がるかな。我が家では普通のバターも使いますが、それは主に料理やベーキング用。トーストなどはこちらのバタースプレッドを使います。バターの含有量が 75% のもので、塩分が強め、普通、薄めの中から選べて、バターより若干お安い感じです。そして 100% のジュースにお砂糖、そしてこちらはミュースリー、アルミホイルも買わなきゃ、いつも使っているラップの替え、あとトマトピューレもよく使います。うん、ちゃんと、あいつも買うパスタを見つけたので、手に取ろうとしたその瞬間、リカパパが何か言ってきましたよ。何？ああでもこれいいね、ちょうど2個ぐらい買ってくじゃん、保存用に。4つ OK。こちらはビールコーナーといっても、スウェーデンでのお酒の販売は国営店舗でのみ許可されているので、スーパーにあるものは 3.5% までの低アルコールのもの。コーンなんか2パックぐらい買っといてもいいかも。欲しいものは、うん、オリジナルでいいと思う。欲しいものがあるかもけど、あんまり買いたくないんだけど、そしたらすっごく高くなるから。ありがとう、経済のこと心配してくれて。そしてここからはアジア系食材をゲットしに行きます。まずはパン粉、パン粉お願いします。あ、米酢あった、ここ、これ買ってこう、たまにあるんだよねこれ、うん、あとセサミオイルは買わなきゃ、高っ、111だって。あとごま油お願いします。このごま油は本当に美味しいんだよね、ちゃんとしたごま油。白滝買おうかな。うん、とリースヌードルはこれが一番いつも好き。あ、これもある。あ、なんか違うやつが出たね。そして即席麺のコーナー。以前あった日本の出前一丁はなくなっていて、ベトナム系のものが目立ちます。ただ日清のカップ焼きそばは健在のようです。そしてこちらのお醤油コーナー、いつもうちはこのキッコーマン一択なんですが、こちらも値段上がってましたね。そしてこちら辛いもの好きの2人パパ、カイエンペッパーを買っていきます。お願いします。どれ、これ、グレードピールエビルハブラバラサルサルティ、サルトがいいよね。でもグレードピールも1個買ってく。そしたら、グレードピールじゃなくて、チリハバネロかグリルチップ。チリ…グリルね、にしよう。うん。どこもよりす。食用油も種類によって違うのですが、僕が調べたところだと 50% の値上がり。スウェーデンの国民食もしっかりと並んでいますが、こちらは少しだけ値下がりしているようです。そして買い物も終盤に差し掛かり、ショッピングリストをリカパッパが確認します。まだいいかも。ネクストハンドリルもまだディールインゲサール、インゲティラ、うん、インゲサール、あ、まだスキャンしてないね、これ危ない危ない危ない、泥棒になるとこだった。泥棒になりたくない。そうだね。あとは冷凍食品かな。ノルウェーサーモン、ちょっと高くない？いつも2種類ぐらいあるんだけど、今日1種類しかない。今週サーモンやるし。でもこの後、あ、なんだこっちにいつものやつあるわ。え、ちょっと待って、こっちの方が高い。こっちの方が高い、だって4ピースで132でも125、あっちの方が 100g だからだ。1キロあたりだとこっちの方が安い。1キロあたりこっちにしようか。騙されるとこだった。そんなメインのところにあるから安そうに見えたけど。あとこれもいつも買うやつ、ハンブリアルブルーって買ったっけ結局。あ、OK。
そして他の冷凍食品も眺めてと、あ、白身魚のフライも買っておきましょう。こういうのあると便利ですよね。そしてそのお隣にはロブスターやザリガニなんかもありますよ。あとなんだっけ、あ、ちょっと忘れない。そしてリカパッパと別行動をしている間に、息子くんとミツパッパがこっそり向かったのは、今日は遅くまでちょっと付き合ってくれたから、このちっちゃいやつね。はい、久しぶりじゃないこれやるの。スコップ取った、それ綺麗なやつだよね。ということで、こちらは息子くんが大好きなグーディスバイキング。グーディスというのはスウェーデン語でキャンディーという意味なのですが、主にグミタイプのものだったりチョコレート菓子なんかも含まれます。うわーすごいね。コーラっぽいねそれ。夜間ヘルパーで一本だけだったらもうこうやって他のやつ触らずに取っちゃうな。さ、すごい色だねそれ。そうなの？それ美味しいの？ラクレスいらないの？いらない。ああ、ペッツ。ペッツは。いいんじゃない？手で取って。まあ一緒、このくらい一緒してる。これあのこトボク一緒好きのなんかこの軍名のコカコーラ。あ、ないね。いいけど、あ、本当はね、いつもあるやつがないね。一応いつも 100g までというお約束なのですが、収まるんでしょうか。結構チョコレートとかもあるね。あんまりあなた取らないよねチョコレートはね。結構入れ替わるから、昔好きだったやつがなかったりするよね。じゃあこれで測る？もう1個だけ。 OK、 じゃあ最後の1個ね。あ、どう、大丈夫、大丈夫？ OK、 じゃあ測って。袋などに自分で取ったら、はかりに乗せ、重さを測り、プリントされたバーコードがついたシールを貼り、スキャンするのですが、息子くん、何か心配事があるみたい。リカパパにピッてしてもらおうか。ペロー、リカパパはこれはあんまり。リカパパはね、このグーディスは、まあ、あんまり好きじゃない。ブロッカーしてるのをやってたら。袋にも入ってるね、やつの方がもっと好きよ、リカパパは。そうだね。でもこうやって取るのが楽しいんだよね。うん、違う？うん、うん、こうやって自分で取るのがもっと美味しくて、楽しいと美味しい。なんで美味しいか分かる？なんで？あ、いた。自分でこうやって美味しいやつ取れるから。そうだね。そう、リカパパだとあのグーディスバイキングやらせてもらえないらしくて、袋に入ったグーディスにしなさいと言われるらしいんです。さて、そんなリカパパの反応は。え、何？ここまで。うん、え、来たい、え、来たい、グーディスバー。でももう勝ち当たるね。ピッてやってもらって。あ、自分でやってもいいよ。そうした。これ何見つけた？あ、マシュマロ。お、思い出した、よかったね。あ、スケルトさん、そしたら今はあ、もう3人で出した。そしたらできないで。残念。家の暖炉で焼きマシュマロするためのマシュマロも買い、リカバッパが好きなチョコや息子くんが好きなガムも買いました。そして息子くんが次にスキャンしたのは、リカバッパさんの顔ね。リカパパさんのバーコードどこについてますか？あ、あんたのバーコードを取る後ろに。あ、じゃあバーコードがついてるかもしれない。それただ服のバーコードじゃない。さあ、そしていよいよお会計。
もうこれここに刺した？ん？刺した？刺した。あ、オッケー。あ、いい、大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。もうこのまんま行こう。セルフスキャナーをチャージャーに戻すとスクリーンに向かってお会計。この前のお洋服のお買い物動画でもお話しした通り、スーパーの会員番号もマイナンバーに紐付けされているので、自分のマイナンバーを入力し、スマートウォッチでカードを読み取ると画面に出てきたクーポンも使い、プリントされたのはゲートを出るためのバーコード。最近はレシートは専用のアプリで確認できます。セルフじゃない普通のレジももちろんありますが、こちらの方が便利で早いので、レジに並ぶ人の方が少ない印象がありますね。そして本日のお買い上げ合計は3000大クロナ。3000これは9000。あ、そうゴールデンした。どうぞ。あー、もう疲れたね。でも車へ向かう途中でリカパッパが思わず声を上げました。あのスープのね、ね、クーポンのお使いもする。あはー、まあしょうがない、それこそよくある。これだったらちょうど3000。あ、そうね、確かに。あ、6万3000キロになったらば、ま、ということでお買い物は終了。3年前に金額をメモしておいた商品の値上がり率を計算してみると、61品目中49品目で値上がりし、その値上がり率は 21.07%。 商品によってばらつきもありますが、 10% アップしたものから2倍になったものまであり、肌感だけではなく細かく調べてみると平均で 20% 程度の物価上昇率となりました。もちろん家庭によって差はあるとは思いますが、皆さんのお住まいのところと実感として似ている感じでしょうか。よかったら感想をコメント欄にお寄せくださいね。ちなみに僕ら2人パパのお給料は3年前に比べると、サラリーマンのリカパパは 5.2% 上昇、フリーランスのミツパパの場合はあまり参考にならないかもしれませんが、 14% の上昇となっています。あ、物価の上昇についていけてない。ということで今日の動画はここまで。この後の次回予告動画もお見逃しなく。さーて、来週の二人パパは息子くんです。本当は僕はパパたちと一緒にお買い物行くの好きじゃない。それなんで？すごく、いくらとかでじゅって足すと、いろんなところ、疲れるからってこと？とにかく来週報告して。でも来週は、皆さんからご要望のは多かった。1週間の食卓です。リクパパやムシパパは、作ったご飯をご覧に入れましょう。特別スイエスとは聞いています。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いできるの楽しみにしています。ヘイド、ステンスタックスポーセドブリルディへへー I love you。